今回はね、こっちの鈴木の、アルトになります。このアルトは、鈴木アルトは1979年5月軽ボンネット版として初代モデルが登場。当時の常識を破る全国47万円の、価格設定と女性オーマルの環境を創造する軽自動車の新しい仕様を開拓したモデルで、6代目となるこのモデルは自分の時間に気軽に使える親近感の湧く車を解消しコンセプトに変えます。軽自動車本来の特徴である経済性の高さや使い勝手の様の基本性能を追求した。搭載エンジンは 660cc、54馬力を発生する直列3気筒 DOAC のみ。それにエフェクトフルタイムモードベリーの起動方式が選ぶ。トランスミッションは5速目であると3速目しか4速オートマチックは行います。グレードを上から X、G、E、X、フォグナイプは G4 乗りのフォグが設定になった。それとオプションを用意。X と G には窓を破ってドアを開けるとパザードランプとホーン、警告に表示するセキュリティアラームシステムを採用し、FF4 速 AT 車は平成17年排気圧縮 75% 低減レベルを獲得をした。認定を獲得し、トヨタモデルは同基準 50% 低減レベル獲得を獲得。さらに OLBD 3速 AT 車の続前車は平成22年燃費基準プラス 5% 燃費を達成しているため、グリーン減税に適合されている。でまた商用の版4ナンバーには現在モデルが続行を販売し、スリーダーモデルに上級 BI と VS を用意した車なんですね。でこれの車の、まあ、一番安い価格が E が68万2500円、そして一番高いものでも X セットオプションが115万1850円と、随分と今の軽自動車と比べたらまあお安い、ものになっているかなといった感じです。でこれはトミカとしては、トミカ館っていうのがね、昔そのあって、それにあった、その限定であった1台だと思われます。でこれは、ペットショップのねモチーフを絵柄にした、車で、なかなかこれもこれで面白みのあるね、車に仕上がっているんではないかなといったところをこう感じさせてくれて、そういったところがいいですね。でこれは内装なんかもよく、まあ、できていますし、まあ、あのこうやってね、中もこういうふうに開けられることができます。でこのペットショップの猫の絵がねこう描かれているのが、なんともこう誇らしげでいいなという感じでございます。どうもありがとうございました。